すげえな、色浸水赤、オレンジ、黄色デブデブじゃないかいっす何その最後さ、デブうざいそれうざいって何だ それ何なの俺マジで俺はね、うん、過去を語るのが好きなんだよクソじゃん、過去の栄光に過去に輝かしい時期があったんですかないですなんて全部暗い暗い暗い全部暗いんですよ暗い暗い暗い2月入るはいね、うん、あー2月と言うたら、はい、これしかないバレンタインじゃんあバレンティーノ、まあまあ、バレンティーノバレンティーノ、はいはいはい、こんにちはバレンティーノはいはいはいバレンタインの思い出をね聞きたいあーなるほどファミリーマートよく約2年間やっててうんで、まあその時期は確かまあバレンタインの時かなバレンタインの時出勤したの俺、うん、夕方ぐらいでしょで毎回毎回出勤する時に子供連れのまあ俺の2個上ぐらいからギャルのめっちゃお姉さんがいてお母さんと子供2人いて、うんまあ、普通に超可愛かったのよめちゃめちゃ可愛いそれがもう常連さんだったの、はいはい、で俺もこう接客していくうちにああいつもありがとうございますみたいな感じでこう仲良くなって、うん、子供もなんか俺にこう手振ってきたりして俺もまあありがとうまずこう手振ってたのずっと、うん、約それ1年間ぐらい続いてで1年目のその1年過ぎたバレンタインの日にこうまあ俺が 夕方こう出勤してたのよ、うん、でその日俺2年連続ぐらいで家族以外からバレンタインもらったことなかったのえモテないのお前よこんだけもらえなかった。ダサっ！あと、あそのファミリーマートの店長とかさ、昔もらえなくて。ダサっ！わぁ。マジモテないんだ。いやダサっお前なんかしょうもなあと、まぁ、あ、まずその地元のめっちゃ幼馴染の女とかしかもらってなくて、いやマジかもらえないなと思ったら、接客中だよバレンタインですってくれたの。いいな。おい、急に展開するやんけすげぇ急に急展開するやんけ、お前手作りのチョコケーキを、入ってこう、確かにすげえんだ、普通にすげえいつもお世話になってますってぜひまた今度、なんか機会あればご飯とかお願いしますよええー、そこまで言われたよご飯ええー、そこまで言われたよご飯で、それちゃんと俺、本若のツイッターに俺ちゃんとツイートしてますへぇ、逆なんやんけ、何それそうそう、めっちゃ確かに逆なんて言いましたよ逆なんで今のは聞こえたよ、お前、ちゃんとねえちゃんと聞こえましたけど今のは何でねえ、うん、でねかぶせんなお前でまあ俺もさ給油もらったからさ、うん、なんかお返ししたいじゃん、うん、まあその1ヶ月後にホワイトデーっていうのがあるじゃん、うん、まあそういうのお返ししたいからっつってまあ連絡先もらってみたいなバレンタインの日に連絡先をもらったのそう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 お返ししたいからうまくいったのそれうまくいったとか全然うまくいったなんでそういうのはまずないなんでよそういう、そういうなんでだよお前行けよそこは3年前の話だから3年前めっちゃ最近だねでだからでももう LINE はもう1回消えたりないもう知らない、その人はもうないめっちゃ最近だねそう3年前で、うん、めっちゃそれが嬉しかったっいいなそれは嬉しいわなんていい話だろうめっちゃいいでしょ、うん、それがもう俺の記憶の中で一番頭に残ってるバレンタインこんなにマジかあるだろうかトーク中全部多分ピンクだねここうんいや一気にパッてなったもん鼻咲いてねさって咲いてそうそう別になんか好きになったとかじゃなくて、うん、ただ単に嬉しかったまあ嬉しいよただそれだけなんかちょっと甘酸っぱいなそうそうそうそれだけ別にじゃあこのレベルの話はどうぞお俺もう俺うんお前もう俺もう聞こうですそこのレベルの話があればねそこのレベルの話何ならパスするパスパスじゃあ俺行くよパス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 俺はね初めてもらったのやっぱ小学生だね小618個ガチガチ18個虫歯光線虫歯光線やばっいやほぼ親にあげたけどね、うん、食いきれねえからガチでそのお返しが18個で友達の仲いいやつに買いに行ってでお金を親からもらってそれを上限いっぱい使ったのね、うん、で18個で1個に、うん、1個2000円だから3万8000円かかってガチあの金銭感覚がないから、うん、で、渡された金だからもうこれ全部使っていいんだろうなで買っちゃったから、うん、これいっぱいでこのお金いっぱいで18個買ってくださいっつってでマジ3万8000円頼み方可愛くね、まあ、そもそも4万渡す親も親だけどそうだよねまあでも、もう最初にまず4万渡す方がもう悪いじゃん。まあそう。中学校はまあ毎年6個ぐらいで、うん、あんま、高校生からは付き合った人としかほぼもらってない。あまあほんと地元の中に女の子たちはくれるけど本命ではない、うん、なるほどね。っていうぐらいで、もう学生終わって、19ぐらいで終わって、
そっからはもう毎年くれてる人からしかもらってない。おお、まあ、仲いい、仲良かったりとか。そうまあそうだよね、毎年供給されるんだよ、うん、毎年供給されるんだよ、ね、安定した供給がある。去年はあの手作りのチョコレートケーキだったね。あ、チョコレートケーキぶっ潰してそれマジで。もらったもんパーン、ぶん投げてみて。ふざっけんな。恋愛系の話は俺ないよとか。ああ、そう、俺もそう、恋愛とかない。俺もてかバレンタインって実際そんなないよね。ない、一応世間的にはそういう、絶対ない。バレンタインは俺もない。絶対ない、絶対なくはない。絶対ない、俺らがないだけ。絶対ないだけ。そうだから、バレンタインはもうほんと学生って感じ。まあ、別に学校とかじゃなくて、学生、そう、学生のイベントなんかね、もらったことはあんまないんだけど、うん、うん、まあ、数少ないことで言えば、うん、高一、もう高一かな。はい、高一、うん、高一は地味だったの。うん、高一は地味だったのね。高一は地味だったの。うん、地味だよ。机に寝てたんだけど、うん、朝登校してから、うん、うん、やってんのよ、もう交換会。ああ、でもあれでね、突っ伏してるって絶対 寝れるわけないから。うん、中にはいるじゃん、絶対一人はさ、クラスに、あの、全員にあげるやつ、クラス全員に。うん、はい、うわー、ちっちゃいのとかになんか分けるでしょ。なんか変、ちっちゃい袋に入れてね。そう地味めなやつにもあげるみたいなさ、風潮があるんだけど、一向に来ない。ははは、それも来ない。うん、え、俺待ってたの。そう、ずっとこうやって、ずっと耳だけ聞き耳、そう、こうやってすっげえ、いつ来るかなと思って。それでも嬉しいから。うん、まあね、もらったことないから。うん、まあまあと妹にしか。あー、ブサイク2人で。ブサイクとか言うな、お前。なあ、ブサイク2トップだよ。2トップじゃねえかよ。よく言えんな、お前。まあまあと妹ね。ってやってて、こうやって、そう、もらったって聞かれるでしょ、どこに。ケッツ、あったまれるだろ。正解です。これです。マジ、これされたの。そうで、数少ない、その人名の友達がいて、うん、そいつももらってなかったけど、うん、そいつと俺だけもらえずに、え、ずっと全員もらえた。でもらってなさそうな恭平に声かけたんだ。そうあいつならもらってねえだろうなって。そう、もう信頼相手さんだね。そうだから、かき焼き持ってたんだ。かき焼きがあった。あ、そう、もらってないっていう。だからこそこうやってどんどんって、よし来たと思ったら、あもらってもらってチョコもらった。バカ、そんなテンション聞かないでしょ。そもそもバレンタインってあるのかなってすら思ってる俺も。あ、そういう風潮ってあるのかなって。今年はもらえそう。もらえなそうです。なんだこの空気。お前が作れ俺に。なあ、お前が俺に作れよ。なあ、あー、いいよいいよ。あー、いいじゃん、それやろうよ、企画で。あ、やろうよ、うん、お前が俺に作れ。え、じゃあレモンのバレンタインデーの話。俺キュンとするようなのちょうだいよ。なんかお前持ってそう、地味に。本命チョコは俺の記憶でうっすら覚えてるの1回だけなの。全国制覇みたいに言われた時期。全国制覇っていうパワーワード。そうなの。全国制覇っていうパワーワード。恋愛のあの一人全国ツアーやった。そういうこと。47都道府県全員と付き合おうっていうツアーやった。バカじゃねえ。バカじゃねえ。主に西日本スタートする。なんでだよ。東行けよ。東日本あんまいなかった。なんでチケット買って。一番おもろかった熊本だよ。やばお前。どうやって会うんだよ。しかもあれ会ったことないんだよね、付き合う前。付き合うのない。そう、会ったことないのに付き合って2回ぐらい会って振られた。あ、じゃあ振られて別れだし。それは別れだし。愛知の子と付き合ってたんですよ。夜景が綺麗なところで手作りのチョコをふってもらってふってもらってふってもらって、これからもよろしくねみたいに言われてもらったっていう記憶はあります。その頃からこいつ恋愛浅えと。浅い。まあそうだよね。いや浅い。一回会って付き合うとか、会ったことで付き合う、すぐ別れる。浅い。浅いな。でもそのすぐ別れるのあれはまだ抜けてねえからね、俺。すぐ別れた今。全国制覇した時、世界制覇したよ。なあ、もうふざけんなよ。世界まで行こう。世界も行っちゃう。まずまずアジアから。アジアから。違う、言葉の壁があるのよ、もう。言葉の壁じゃん。薄い彼女に、あの、まず綺麗なところで、あい、これからもよろしくで渡された。そんな俺、腐るほどあるから。言ってねえ、そんなこと、わざわざ。しょうがない、それしかねえんだから。それでも言えって言うから言ったんだ、こっちは。ああ、ナルビンの時もそうだけどさ、自分祝ってないくせに見返りだけ求めんのよ、こいつ。そう。おぉ。何が悪いんだよ、義務求めて。そう。義務、義務だ。テイクない。そう。テイクない。成立しない。おい、全部義務だ。義務くれ。義務だ、義務。義務くれ。
最悪だな、テイクしねえから。クズ人間だ。